先行け。右手しっかり掴んで自分から行きましょう。相手だけが掴んでる形にしましょう。いいですよ。高橋さん、思い切っていこう。どっかちゃんと持って、切るか持つか。じっくりでいいっすよ。アメリカン狙ってもいいっすよ。じわじわでいいから次の攻め考えてください。トップっすよ。わあ。赤井さん、ポイントはないぞ。ニジョンベレットマウントやんないよ。戻しましょう。ガード戻していく。チャンス待ってていいですかね。相手動いたときね。ハガイさんに今アドバンテージも入ってるから、7対2で勝ってるよ。残り3分。枕やんない。エビして戻しましょう。相手が固めるのを緩めたときに戻しますよ、ハガイさん。マスターフォー黒帯フェザー級並びに黒帯タックル行け。マスターフォー黒帯フェザー級の表彰を行います。出場4選手の方、上昇ステージにお願いします。お名前を確認させていただきます。赤井さん、7対2のままもう一回24とマウント狙いましょう。24マウント狙いましょう。一呼吸置いていいですか。そう、慌てない。ナイス。ゆっくりでいいっすよ。20秒ね、しっかり使って20秒以内に負けば平気だから。高井さん、あと50秒ね。点数13対2。キープしたままでいいっすよ。ナイス。自分でチャンスがあったなと思ったら行きましょう。やらせない。マスターフォー黒帯フェザー級表彰を行います。伊藤正則選手、樋口博信選手、金子誠選手。腕もらえる。
キープです、キープです。赤井さん、あと30秒。キープですよ。赤井さん、行けそうだと感じたら行っちゃってもいいですよ。あと10秒、あと10秒。白帯にそういうこと言うなよ。